どうも皆さんこんにちは、スカイリム案内人のコイコイです。スカイリムには数多くのアーティファクトが存在しますが、今回はその中でもデイドラロードと呼ばれる神様が作ったデイドラアーティファクトからマラキャス氏によりトレンドラングについてご紹介いたします。それでは早速見ていきましょう。視聴者ソブンガルデから。まず最初にこのアーティファクトを作ったマラキャス神についてご紹介します。マラキャス神とはデイドラロードの一柱であり、多くから絶大な信仰を得ている存在です。その成り立ちはかなり特殊で、一説によればもともとはデイドラロードと相対する存在のエイドラであり、ダークエルフと敵対していたが、そのダークエルフが信仰するデイドラロードボエシアに敗北してしまい、食われてしまった後の排泄物がマラキャスになったと言われています。そんな成り立ちからか、他のデイドラロードからはのけものにされているぼっちな神様でもありますね。同じく他の種族から嫌われている、多くに崇拝されているのもこういった経緯から来ているのかもしれませんね。スカイリムでの彼の秘宝はボレンドラング、所有者はマラキャス神ではございますが、作ったのはドワーフという滅びたエルフの一種族で、昔そのドゥーマーのある部族が戦に敗れ住む土地を失った時、これを天高く放り投げて落ちた先に向かい、そこを新たな住処としたという逸話を持つ巨大な潜水です。その地こそ今ではタムリエルの人間種族の一つ、レッドガードの発祥地であるハンマーフェルであると言われています。また彼の作るボレンドラングはもともとは対デイドラ兵器であったとも言われています。ではそんなボレンドラングを探しに行ってみましょう。ある多くの集落を訪れた主人公はその多くから助けを求められます。いわくこの集落の族長ヤマーズにマラキャスが呪いをかけ、族長を含めみんなが弱まってしまっているという。しかもそれに乗じて巨人が彼らの領域に攻め込んできてしまっており、絶望的な状況とのこと。そこでマラキャスに謁見するため、主人公に儀式に使う道具を取ってきてほしいとお願いをされます。困った時は神頼みなのはゲームもリアルも同じなようです。もしかしてお前ならば我々を救えるかもしれない。さあ必要なものを揃えたらレッツ儀式。しかしヤマーズ族長はどこか乗り気ではない様子。わかったよ、さっさと終わらせてしまおう。どうか我らの窮地をお救いください。どうしてこんなことのために悩まなきゃいけないの。情けない弱虫。儀式を行って開口一番、マラキャスから放たれたのは弱虫めの一言でした。マラキャスの要人は制圧された自身の祠から巨人を追い出し、そのリーダーの棍棒を収めよといったことでした。奴らの親玉の棍棒を捧げ物として持ってこい。そうすればこの呪いを解いてやってもいい。しかしヤマーズはこちらのせいで面倒ごとに巻き込まれたというような口調でこちらに言い放ち、主人公に護衛を依頼してくるので仕方なくついていくことになってしまいます。あの巨人の元まで無事にたどり着けるようにするんだ。心配するな、それだけの報酬は払う。お前のおかげで部族皆の前で挑戦を表明させられた。デイドラの王子その人によってな。知らないふりをするわけにはいかない。巨人と戦わないとは言っていない。巨人のもとへ無事にたどり着けるよう援護しろと言ったんだ。ファローストーン洞窟の外で落ち合おう。巨人のもとまで無事たどり着けるよう道を切り開いてくれたら報酬は弾む。そして祠の最深部に到達したとき、ヤマーズからある提案を持ちかけられます。それは主人公に巨人のリーダーを倒させ、報酬と引き換えに自分が倒したことにするといった内容でした。こんなヘタレがリーダーでいいんかって感じですね。
報酬は手厚く支払う。結構。ではここで待っていて。断ると自分で巨人を倒しに行きますが、そんな弱腰で勝てる相手でもなく、あっけなく殉職。逆に依頼を受け、こちらが巨人を倒すと口封じをしてきます。素晴らしい働きぶりだ。真の闘志が宿っているのだな。私よりも巧みにやってのけるなんて。もちろんここで生かしておくわけにはいかない。遠慮なく返り討ちにしてあげましょう。誰実力を見せてやる。ヤマーズは愚か者だ。責任から逃れようといつもくだらん計画を練っていたからな。だがお前は奴と巨人たちのどちらの面倒も見てくれたな。一石二鳥というわけだ。シャグロンのハンマーをラガシュブールに持って帰る。それから残りの連中をどうにか鍛えてやるとするか。オークだけにだ。しかしヤマーズはどうした。そうか、ダメだったか。彼は安らかに行ったのか。なんだって、どうしてそんなことを。ヤマーズは臆病者で弱虫だ。この土地を多くやつのごまかしのせいで、お前たちは皆多大な被害を被ってきたんだ。では彼は罰を受けたのか。それなら我々はどのような運命に苦しめられるんだ。お前たちは自分の証を立てる必要があるが、その機会を与えてやる。今の族長はグラートルだな。奴が前よりマシな長であることを願うのに、その土を祠に捧げるんだ。全く使い物になるのはお前だけだな。そして集落へ戻り、棍棒を収めると、マレキャスは次のリーダーを指名し、棍棒を彼の神器ボレンドラングへ変化させ、主人公へ与えるのでした。ボレンドラングの性能はまさに脳筋といった形になっています。攻撃を与えた相手からスタミナを奪い去る能力があるので、次々と強攻撃を連発することが可能です。人型 NPC の防御力を割合で無視できる手砕きのパークと併用できれば、かなりの威力を発揮することができるでしょう。ただ魔力切れしやすいのが欠点なので、適度に補充をしてあげたいところです。しかしドゥーマーが作ったという割には生物的なデザインをしていますよね。もしかしたらマレカスの力の影響で元の姿から変貌したのかもしれません。いかがだったでしょうか。今回はマレキャス神とそのアーティファクトのボレンドラングについてご紹介いたしました。今後もスカイリムの解説動画を投稿していくので、よければチャンネル登録よろしくお願いします。他の動画にもぜひ遊びに来てくださいね。それではまたソブンガルでお会いいたしましょう。